おはもる、どうも紅茶ガーデンです。今回なんですけども、私ですね、この前新しいモルモットちゃんをお迎えしたんですけど、名前がね決まってるんでね、皆さんにね、その新しいモルちゃんの名前をねご報告したいと思います。あとですね、そのモルちゃんがどんな感じで普段遊んでるかとかも見せていきたいなと思っております。よいしょ。はい、こちらの子です。ちょっとね、大きくなってきたかな。こっち側は白いけど、こっち側ね、ラテちゃんみたいな感じの模様がついてます。お腹もね、こんな感じで、下の方がパンツ履いてるみたいな感じでクリーム色になってますね。背中もこんな感じで、結構モルモットらしい性格してますね、なんか標準って感じします。で、この子のお名前なんですが、決まっております。この子のお名前は、じゃか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 じゃん、キリちゃんです。キリちゃんです。ということで、皆様キリちゃんをよろしくお願いいたします。まあ、なんでキリちゃんなのかって話なんですけど、コーヒーのね、キリマンジャロから取ってキリちゃんにしてみました。うちの今いるモルモットってみんなね、飲み物関係、カフェ関係のものが多いんで、それでこの子はキリちゃんにしてみました。今回はですね、名前がすぐ決まっちゃいまして、お名前募集中とかはやりませんでした。でも速攻名前が決まりました。これだみたいな。ということで、このキリちゃん結構ね、お散歩にも慣れてきたはしてるんですけど、その様子をねご覧ください。はい、ということで、これがね、結構前の動画で作ったモル広場です。245cm、175cm だったかな、そのくらいの大きさ、ちょうどね、お家でいう3畳ぐらいの大きさになります。じゃあキリちゃん、ほらお散歩、今日ずっとお散歩してたんだよね、キリちゃん。キリちゃんのお家があれですね。まだまだビビリちゃんです。こんな感じでね、仲良くしようとはしてるんですけど、実際会わすと喧嘩すると思います。キリちゃん、キリちゃん、いや、キリちゃん、じゃあですね、試しにラテちゃんを投入します。ラテちゃん、どっかな、ラテちゃん。まだお互い気がついてないですね。キリちゃんはケーキハウスに入ってます。なんか歯ぎしりの音が聞こえるな。ラテちゃんが歯ぎしりしてんのかな。これはラテちゃんが歯ぎしりしてる、珍しい。ラテちゃん、歯ぎしりできるな、あなた。あ、めっちゃ怒ってる。ラテちゃん、すごい怒ってんね。珍しいね。あ、ラテちゃんが喧嘩売ってる。ラテちゃんが本気で喧嘩してるのは見たことないな。あ、ラテちゃんおしっこした。おお、出てきた。追い出されました。なんかね、キリちゃんは女の子よりね、男の子のが気になるみたいです。
本当はね、オスだったらもう一目散にラテちゃんの方に行くと思うんですけど、キリちゃんはですね、男の子の男の子ちゃんたちがね気になるみたいです。まあ、全然行かないでしょ、男好きのキリちゃん。はい、ラテちゃんは自分の家がなくて、え、帰れないってなってますね。まあ、お家はですね外に出しちゃってます。男同士が好きなの。あ、ラテちゃんがキリちゃん家に入ろうとしてる。多分キリちゃんのご飯を狙ってるんでしょうね。うん、キリちゃんは男の子たちにと夢中です。ラテちゃんは多分ね、あの高さが降りれないんでしょうね、怖くて。あ、行った行った行った。で、キリちゃんの飯を食うと。うんうん、やっぱりそうですね、キリちゃんの飯を食う女、ラテちゃん。ご飯食べられてるよ。え、キリちゃん、お家になんかいるよ。ご飯食べられちゃうよ。あ、ラテちゃんが怒ってる。ラテちゃん一応飛び箱ハウス入れんのかな。結構きつそうだけどね。なかなかね、キリちゃんがあんまり興味ないみたいですね。あ、怖いんだろうね、きっとラテちゃんが。キリちゃん、もうちょっと前に進まないと。だいぶシャイなキリちゃんだな、珍しいな。うん、怖くて近寄れないんだね。どんだけ怖いの、キリちゃん。怖いの？怖いの何？頑張りなさいよ。お、そばに寄った。あー、ラテちゃんの前歯アタック。ラテちゃんの前歯アタック2、3、4、5、6、7。はい、ということでね、キリちゃん、キリちゃんとね、名前が決まりましたのご報告でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。クジラのね、モルモットちゃんたち気になる方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。他にもね、モルモット以外の生き物も飼育しております。バイバイ。ラテちゃん、なんで嫌なの？なんで嫌なの？男嫌いよ。人のご飯ずっと食ってるじゃん、あんた。ラテちゃん太っちゃうよね。キリちゃん、キリちゃん食われとるよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ちょっとね、仕事帰りなんで髪の毛ボサボサかも。大丈夫か。あと化粧もちょっとあれかも。